ジャック・フィスターはアメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。ニックネームはジャック・ザ・ジャイアント・キラー。1900年代のシカゴ・カブスのナショナルリーグ3連覇に貢献、特に当時ライバルだったニューヨーク・ジャイアンツ戦で高騰したことがニックネームの由来である。両親の名字はヘイゲンブッシュだったのだが、その両親は フィースターが3歳の時に亡くなったため、おじ夫婦の名字を受け継いだものである。シンシュナティのセミプロチームで投げていたが、1903年シーズン中にパイレーツのトライアウトを経て入団する。パイレーツには2年間在籍するが結果が出ず、1905年にはウェスタンリーグのオマハ球団に送られていた。オマハで、フィースターは徐々に好投を見せるようになる。 左横手投げのスタイルから後にプレッツェルカーブと呼ばれるようになる大きなカーブが武器となりこれに注目したシカゴカブスは1906年にフィースターをカブスに入団させたこの年の5月30日フィースターは延長15回で17奪三振という当時の1試合の奪三振数記録を樹立する結局このシーズンは31試合を投げて20勝を発 防御率1.51という成績を残し、カブスは、レギュラーシーズン116勝を挙げて、リーグ優勝を果たす。1907年には30試合に登板して、自責点わずか25で投げ切り、防御率1.15でこの年の最優秀、防御率投手となる。この年のワールドシリーズでも、タイカップ率いるデトロイトタイガースを悲案打1ながら、失点1でしのぐ好投を見せ、 カブスのワールドシリーズ優勝に貢献した。翌1908年にも12勝を挙げ、シーズン防御率は2.00と低い値を記録する。同年9月23日のニューヨークジャイアンツとの試合でフィースターは投球中に腕を脱球するアクシデントに見舞われた。しかしフィースターは痛みをこらえてこの試合を最後まで投げ切り、脱球した腕でジャイアンツを5安打に抑えるという。 投球を見せた。それまで無理をしてきたこともあり、1910年以降フィースターの登板機会は急激に減っていった。1911年は異変に悩まされ6試合に登板しただけでマイナーのルイビル球団に移り、再びメジャーに戻ってくることはなかった。マイナーリーグでは1916年まで選手として活動し、同年引退。 メジャーリーグ在籍は8年と短かったが、通算防御率2.02、タイジャイアンツ戦で15勝5敗、完封7の記録を残した。1953年に、オハイオ州で死去。ありがとうございます。